関係だよ。顔が良くないわ。スワイリング。なんでおでこにシワができるのかな。やだわ。S is thus hey。全然意味わかんないけど。オランダ語です、これは。ラテン。あ、ルターの歌か。ルターの歌。救いは私たちのもとにもたらされ、コピペした。
さあ、なんかじいじい言ってる。じいって言ってる。うん、じいって言ってる。なんやろ、前なかったわけやな。ああ。ストリクト。いや、治ってない。一緒ですね。うん。面を。運動。顔が。頑張る。ああ、頑張って。あれやろ、映画のやつやろ。仕事やろ。ドラマのやつじゃん。あ、ちゃうわ。思い出した。英語かなんかの、サイトの、なんやろ、案内文章みたいなやつか。愚かな口は良き言葉を語るって曲を今から弾くわ。昔のこの聖歌の言葉からスウェーリンクって人が作ったコラール変奏曲ですね。コラールっていうのはだから聖歌だね。キリスト教の歌。聖書にこういう言葉があってそれを歌う。マルティン・ルター1524年だって。頑張って。微妙にじーって。今それ使ってるわけ。ヘッドスみたいな。前よりはマシなんちゃうかな、このカカオの場合。ちょっとブーって言ったけど。
翔さん、こんばんは。エスタイブ、辛い症状に効く薬。これは。これはすごいです。びっくり。こっちに書いていいですか？いいでしょ？いるよ。こんばんは。これすごい。辛い症状に効く。Es ist das Heilung kommen her。これ僕コピペなんですよね。意味は分かってないです。救いが私たちのね。まあ、僕キリスト教はあんま好きじゃないですけどね。曲がいいんで。Es pack iv、辛い症状に効く薬。そうです。何がそうですなのか、例えば。モンスターですね。モンスター、毎日3本ぐらい飲んでるんですよね。現場労働者にはこれが必要なんですよ。まあ、休みの日なんですけどね、今日は。もうあれになってるんだ、依存症になってるんで。曲にモンスターイメージしてみて。あ、飲み物じゃなくて。モンスター、化け物、モンスター、怪物。ああ。やってみましょう。ブラックジャック先生が依頼された時みたいなテンション。先生、直せるでしょうか？やってみる。これでいきましょう。
ああ、ラビリンスの感じ。不気味ですね。めっちゃ、結構、僕のグロいとこが、出せたんじゃないですか。いつもより。最初は怖かったね。ありがとうございます。最初はモルダウをパクったんですよ。シンラ君も怪物だからね、嬉しいですね。最初はモルダウはパクりました。ちょっと待ってくださいね。モルダウですね。ちょっと違いますけどね。これはモルダウと、だから僕の翼のある通り笑顔を組み合わせて感じですね。優雅なだけじゃなくて、僕はあの曲を聴いて宙に浮かんだことがありますからね、体が。海外離脱しました。何 でしょうね、あの曲は。もうはっきり言って、あの作曲家はリストが好きだったんですね。悲しいし、そうです。交響詩ですからね。交響詩ってリストが始めた、こんな風に黒い服を着てステージで演奏したのがリストなんですよ。スメタナ。ですよね。スメタナですよね。チェコの。でしたよね。チェコでしたよね。ん？スメタナ。ベドルジハスメタナ。スメタナ？スメタナの唯一のチェコだね。そうですよね。有名な曲ですね。あと、ピアノ曲に海辺にいてって曲があるんで、僕はあんま、ちょっと好きってぐらいですけど。いや、僕の曲です。すいません。それを弾くつもりじゃなかったんですよ。僕の曲です。だって覚えてないんですもん。海辺にいてって曲、どんな曲だったか。印象ない曲です。はっきり言って覚えていないです。そうです、そうです。これはサイの河原っていう曲です。僕がもう死にたいって思いながら作ったやつです。よかったよ。ありがとうございます。翔さんにぜひ一度でも聴いてもらいたいから、ちょっと探します。今すぐ見つかります。爬虫類の歯。爬
爬虫類。川つながりでなかなかいいね。サイの川とモルダウは川つながり。